手織りの里木綿造地田は愛知県千田市岡田町にある下木綿の展示体験施設である。文化財としての名称は木綿造地田。最盛期には下木綿の70%が下郡岡田村で扱われたとされ、岡田は下木綿のふるさとと呼ばれる。1898年、下郡岡田村の竹内虎王は竹内式力食器を発明し、1901年に 竹内木綿工場を創業した。明治時代後期、または大正時代初期、竹内虎王商店の倉庫としてこの木綿像が建設された。昭和初期には、下、松坂泉州が日本の三大綿織物生産地と呼ばれた。竹内虎王商店の倉庫から丸島食府工場への変更を経て、1987年頃に、 食婦工場が閉鎖されたとされる。1994年には隣接していた丸、当食婦の従業員宿舎が取り壊され、木綿像の建物の保存活用運動が起こると、1995年7月7日に、展示体験施設の毛織の里木綿像を散たが、開館した。2014年4月25日には、登録有形文化財に登録された。 2013年には隣接する、下岡田館郵便局が、下市初の登録有形文化財に登録されており、木綿造千下は、同市2軒目の登録有形文化財である。下市岡田地区の南東部にあり、北側には、下岡田館郵便局が隣接している。土蔵造りの2階建てであり、屋根は霧妻造り、山河原武器である。基礎は石積みであり湿気を避けるために、 高床となっている。外壁には漆喰が塗られている。2箇所に出入り口があるが、1階2階ともに内部は一室である。ありがとうございます。